ね、すごいなんか美容に。マイは大手配信っていうかいないよね、あのフワッチに。いなくない？うん、そうだね、そもそもがいないんだよ。男だよね、うん、大体あの経験するのが趣味とピン。どっかに捨てるの？花。セナ様やほん。いや大手じゃないですよ私は。あの大手じゃないんだけど、あのふわっちにいなさすぎちゃって、女のその中である程度まあいい方かな。確かに大手じゃないんだよ。少ないね。うん、陣地痛そう。いやもう痛くない。鼻はどうやってやったの？どうやって？どうやって？あ、なんか例えばフェーゼとか。なんかね、軟骨を入れた。あ、そうなんだ。やってみたいよね。マジで？やってみたいの？うん。そう、一回前ヒアロン酸は入れてたんだけど、うん、やっぱあれって永久的じゃないから。あ、しかもさ、うん、ヒアロン酸ってなんかこうどんどん横に行くからなんかね。鼻筋が太くなるらしいよ。あ、マジか。うん、まあ、一回しただけではあるんだけど、板のともちんとかさ、あ、太くなってたよね、だんだんね。ともちん、そうだったね。マジで来月いじっちゃう？来月いじる韓国で。あー、一緒に。うん、で韓国って値段的にはどれ？鼻の、あ、え、20-30万。あー、20-30万。何回マンペロしたら20-30万いける？マンペロ、マンペロ、いや20-30万なかなか、なかに、それとそれこそ20回ぐらいじゃない？大変か。いいか。来月だもんね。うん。そうか。行きたかったな一緒に。普通に韓国旅行とかなら、鼻がねもう荒れないよ。私横顔ぺったんこだから、うん、でもなんかそしたらなんか顔立ちがすごい、そうそう、あの外人っぽくなりそう、ね、そう、鼻はねもっと高く、結構20万ぐらいするんだね。そうだね、多分そんぐらいすると思う。あ、ちょっと今なかなか、いや分かんない、もしかしたらさ、その私一人で行かないといけないかもしれなくて、夏夏ちゃんが行けないかもしれなくてね、怖いな、一人で行くの。ついて行って、まあけど、うん、とかって言うんだったら、まあタイミングあったら行けるかもしれない。あ、でも日本だったらもっとするってね。するするする。うん、うん、だからあの、うん、旅行もできて、お買い物もできて、整形できて、それでもそれ含めてもやっぱ日本の、確かに、うん、安い。韓国って旅行だけなら、あ、なんか今はあのね、うん、私ね、いやでも4-5万かな、なんかね、うん、だんだん高くなってる韓国で、来月取ったらもっと高いって言われたから、急いであの飛行機取りなって言われて、早めにあれ取っといた方が高いみたいだよ。ライスどんくらいですか？あ、あと20ナイスお願いします。イエイ、早く旅行行きたいよ。うん、まいちゃんって、いや、太るよ。だって私50キロあったからね。あ、数ヶ月前まで、コロナから一気に痩せちゃった。体質変わったのかな、コロナで。コロナになって、そう、かやくさんに移されてね。それでコロナになって1ヶ月さ、食に対して興味なくなって、一気に痩せて。マジか。なんかそっからなんか太らないんだよね。私ね、なんか私も7月に、うん、その時は10日間ホテル療養だって、うん、5キロぐらい、まあ、体重出たら58キロになったんだけど、うん、あのリバウンドしちゃって、うん、コロナの時はなんかすごいもう食欲もなく、
ご飯も食べれず、その点滴とかしたりもあったり。マジか。なんか痩せたのにね、コロナ治ったら普通に食べるようになったら余計リバウンドしちゃって。私治っても、その治った後の1ヶ月間なんつうのそれって、1ヶ月あの治った後の何だっけ、なんつうの、潜伏期間じゃなくて、まあ、とにかく治った後のだ1ヶ月、あそう、後遺症で、あ後遺症、もう食べなかったね。あそうなんだ。で味覚障害とかは、あ髪の毛がすごい抜けた、だけど味覚嗅覚は全然。結構症状あったんだね。え微熱だよ、微熱。あ微熱、うん、ありがとう。でもきついよね、あの3週間37度っていう、きつかった。なんかだったら1週間あのインフルでさ、もう高熱出てあれの方が、地味に3週間微熱ってきついよ、うん、それもきつい、うん、後遺症は分からん。私もナイスがさ、もうね、ナイスがもう負けそうになったらさ、2配信してもいい？1回だけ、最初で最後の2配信してもいいかな。1回だけそれ使ってもいいかな、いつかのタイミングで。どう思う？まいちゃん好きになった？本当？ありがとう。アイロン借りてもいい？え、いいよ、アイロンそこかな、そこにあるから、コンセント差し替えで。うん、ありがとう。うん、フはね、配信禁止じゃない。あのイベントやってなかったら大丈夫。今前イベントやってないし。ダメじゃないよね。またそんな汚すぎる T シャツ着てんの。叩かれる？ナイスって、え、いやだって養分やってたよね、配信で。あのナイス。ダメなのかな。もういいから火薬に加えたとか。私加えてないしね、火薬さんの。じゃ あの今月一回あの最初で最後のね配信してみよう。最初で最後の。私そういうのあんましたくないタイプなんで。でも増えたら嬉しい。え？あさせた。ちょっと、うん、ブラシあった？ブラシ？あ、持ってるの？あ、持ってはいる。すごい。だってこれじ、ここが地毛だからね。おー、地毛が短い。エクステつけれるっていう。そう。でもね、わかんなかったよ、昨日。あ、ほんと。マガジンではよかった。ありがとう。うん。いいよ、アイロンやってあげよう、じゃあ。やってくれる？うん。自分だと難しくない？しかもエクステね。うん。こんにちは、みやいらっしゃい。ナイスの配信とは何か？でみんなじゃあさ、ナイスの配信って何だっけ？ナイスの配信してない人が上位じゃないじゃん。やばいやつだとか。そこどうなの？伸びるの、ほんと大変だね。そうなんよね。エクステだるいでしょ。エクステだるい。伸びるまでもうちょい時間は。のぐりラーメン夜食べるよって。美味しいよね、のぐりラーメン。キャリーちゃんってさ、うん、外食ほぼ作ったりもするよ。外食もまあ仕事終わりとかに行って帰ることもあるけど、それかな。一人暮らしでさ大変じゃない？大変だね。まあご飯はね、まあせないかんし、支払い系とかはね。あれキャリーちゃん昨日巻いてなかった？昨日軽く巻いてた、ね。あ、そうか、ごめんね、うちないんだよ。あ、全然いいよ、ストレートで、うん、私、あのテンパでさ、なんかもうコテも見たくないんだよ。すげえ、これエクステなのにさ、なんかちょっと巻いてる感じ出てるの、なんでだろう。うん、もともとそういうやつかな、これ。なんかね、エクステ、そうなんよね、乾かした後ちょっと、ね、なぜかくるくるってとかしてるの。うん、してるのだけど。ああ、そっからでまたね。でもこれでも全然、本当私やばいよ、うん、テンパ。あ、そうなんだ。じゃあ東京引っ越しな、だって。東京引っ越すか。うん。まあ確かにどこでもいいんだけどね。高いよね。そうだね。
あんまり高すぎたらきつい。友達？友達、あ、だつ、あ、ごめん、聞いてくれてた、うん、あ、友達だよ。本当？うん、うちら友達になった。うん、まえちゃんと友達になれて嬉しい。リア友？リア友。え、なんで今ちょっと間が空いたの？いや、なんかリアルで、いや、なんて言うんだろう、配信で知り合ったから、なんて言ったらいいんだろうって迷っただけ。リア友ってこと、リアルな友達がいい。リア友のがいい。うん。よいしょ。リア友って思って、いいよ、断りたかったら断って。いや、断る、そういうコメントにあるだけで、私全くそんなふうに思ってないよ。もちろん友達って思ってるし、年は一個違いだね。そうだね。うん、私大型だよ。うん、いや、大型っぽいね、キャリーちゃんね。言われる。うん、エビっぽい。どうなんだろうね、何っぽいって言われたら、うん、でも AB ってどういう感じの人のこと言うんだっけ。練習性格とは思わないけどな。でも B 型が強めかな。うん、ね、ちょっと、あ、賢い人多そう、 AB。 あれだね、キャリーちゃんでも、うん、髪の毛巻いてる方が可愛いの。あ、本当、うん、まあ、今日でも帽子かぶろうかなと思って。そうだね、ここが結構なんか、なんか癖が。そうなんよ、まあ、いつもはあのカチューシャ帽子かぶらんかったら、うん、あのね、あの実はキャリーちゃんに帽子も買ってあげました。帽子も買ってくれてるの、うん、ありがとう、うん、よかった。そのワンピと帽子で合わせてほしい、うん、まえちゃん優しい、うん、ありがとう。じゃあ今日それを、うんうん、あのキャリーちゃんにずっと会いたかったからね。私もプレゼントしようかなって考えてた。嬉しい、うん、私もまえちゃんに東京で会うの楽しみだった。本当？うん、うん、あ、ブラシ早めから待って、うん、あー、キャリーちゃんがさ、東京だったらな。そうだね、うん、いろいろ配信者さんとかもね、東京も楽しそうだね。あんまりなんかない。あ、他に、うん、あ、まゆちゃんが一番だよ。本当？うん、他にはあんまりじゃあ作らないよね。じゃあ本当の友達はあんま作んない方がいいよ、あんま信用できないから。あ、まあ、友達は、うん、まあ、数じゃないって言うよね。まゆ、うん、もあんま作らないから、うん、一緒にあんま作んのやめよう。上辺はいいんじゃない。上辺、上辺なら、でもまえちゃんは一番の仲良しの友達がいい。本当？うん。ね、他のやっぱ女の子と仲良くしてたらちょっと嫉妬しちゃうか。嫉妬しないよ。嫉妬はしない。うん、心配になる、キャリーちゃんが利用されてないかなとか。ああ、利用か。配信者とね。まあそうだね。うん、まあ、中にはそういう人いるからね。名前ちゃんとはちょっとスイパラで、そ、あの6時半に合流して 会います。配信はしないでしょ。配信はスイパラは、うん、ちょっとできないから。夜ちょっと居酒屋とかで、もさ、うん、もしさ、うん、自分が眉だったら、うん、てか、なんかそのつなちゃんに連絡じゃん、キャリーちゃんだったらどうする、電話出ない、うん、いや、電話はとりあえず出るかな。出るんだ。で、出て、でも、あ、でも私は結構揺れるタイプだから。あ、一緒だね、そうだから電話出なかったの。あ、でもそれだったら出ない方がいいかも。そう考えたら、なんか、そうね、なんだから話してしまうとね、ちょっと好き記憶ない、お酒飲んでたのか。じゃ酔っ払って記憶ない、本当かよ。マユが今までそういうこと配信で言わなかったからさ、あ、もうそういうこともこの人は言っちゃうんだなって思ってそう言ったんじゃない。前髪は地毛で短すぎるから、あの、いつもカチューシャと帽子で隠してる。でもさ、前髪もあと3ヶ月したらもうあれだね、きっと。そうだね、前髪も。
え、なんか逆になんかそういうなんかわかる？あファッションかな。あ、おんまゆ、うん、あ、でもそういう風にしてする日もあるよ、おんまゆで。あ、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 大丈夫、大丈夫。え、全然切れてた。えぇ、ー、なんでだろう。なんかもうすぐならないなと思って。あー、なんかならないなと思ったら切れちゃってた。ボタンが当たったんかな。今何ナイスだい。あ、あと6ナイスお願いします。いや大変だよね、自分でやった方が。まあそうだね、後ろの方とかね。ペイちゃんいい方だよ。ありがとう。一応5年ぐらい美容師やってました。え、そうなの。そう、私1週間って嘘とか。え、1週間マジで5年やってたよ。え、私さ、うん、あのキャリーちゃんに髪切ってもらおうかな。全然切れるの。5年だってないの。え、いや、整えたいだけなの。ああ、整える感じ。周りをね。うん、私なんかね、キャリーちゃんはおしゃれって聞いたよ。ほんと？洋服とか。うん、洋服確かに好きだね。いろいろ着たり。毎回ダサいって言われるからさ。なんでだろうな。昨日の服も可愛かったけど。あ、昨日は褒められたけど、ね。服、そうだね。結構なんか可愛い系とか、うん、結構その日の気分で。例えばカジュアルにしてみる気ではあるかな、うんうん、スカート、ワンピーとか、うん、私服はまあいろいろ見かけたショップでまあ適当にというかもう店頭で見て可愛いなと思ったら入ったり、うん、あとはまあ通販かな、うん、紫の可愛いよね。あ、うん、ちょっとブナマーちゃんに連絡はしてちょっとスイパラから6時半に合流させてもらうことになってて。5時半でしょ。あ、で、あ、ここ出るのが、ここ出るのが5時半。うん、5時20分とか出たかった。あ、そうだね。一応ね、一応美容師免許持ってます。服のサイズは、L です。アイロン終わったら眉のそのコーデちょっとしてみて。あ、そうだね、眉ちゃんが、はい、スイパラは多分配信できないよ。できないね、そういう大手は絶対できない。そうそう、だからあの普通にその後雑貨屋行くときに、この上がちょっと、上はね、でもまあいつもスプレーで固めたりも抑えるみたいな感じでしたりはしてて、でも帽子かぶるんだった、うん、前髪ちょっとむずいかも。前髪自分でやった方がいいかも。あ、じゃあどうこれストレート、いい感じになってる。本当？うん。これストレートどう？あ、ストレート。上がちょっとこれ難しくて。上はね短いからね。うん。で帽子かぶったらいい感じだと思う。うん、そうそう、帽子かぶるときにあの前髪も私こう上げて、うんうん、こうかぶろうと思うから。あ、前髪やらない？うん。前髪上げて。じゃあちょっと待ってね。うん。ケイちゃんこれ着替えてきて。あ、うん。わかんない。かわいい、ありがとう。よいしょ。あと3ナイスお願いします。右下拍手ボタンで、これキャリーちゃんのです。これもキャリーちゃんにプレゼント。かわいい？かわいいってよ。いや、ノーブランドだよ。ノーブランド。なんか家の近くの洋服屋さんで買った。普通にかわいい。いや、癒されるキャリーちゃん。あー、よーん、ありがとうございます。ありがとう。まださ、王子のリスナーさんとかって前にナイスを押してくれてんのかな。ネットプリスナーさんってまだ前に押してくれてる？どうなの？押してくれてる人いるのかな。ケリーはお前といてもマユちゃんが一番って言ってくれた。あ、押してるよ。あ、一人だけいた。え、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。これかわいいです。
どう思う？皆さんちょっとどうかな。可愛 い, いね。可愛 い, いじゃん。どう？ありがとう。帽子は合うかな。かぶって。うん。鏡見ながら。あ、分かった。かわいいじゃん。あれなんかさ、あれだよね、キャリーちゃんってなんか着こなせるのかな。なんでも可愛く着こなせちゃうのかな。かわいい。よかった。ふんわりが似合うね。よかったよかった。土台がいいかな。よかったです。似合ったから嬉しい。え、かわいい。え、かわいい。ちょっと待って、ちょっとかわいかったらみんなナイスしてよね。そう、まえちゃんナイス。かわいいです。かわいい。かわいくない？めっちゃかわいい。帽子似合ってる。ほんと？超似合ってる。ありがとう。え、超おしゃれ。嬉しい。めっちゃおしゃれだよ。すごい、まえちゃんセンスある。いや、なんかキャリーちゃんが来たらすごいしっくりくる。本当？うん。嬉しい。かわいい。ありがとう。マジかわいい。嬉しい。お人形みたいってみんな。本当？人形みたい。かわいすぎ。ありがとう。いや、嬉しい。前も嬉しい。こんな感じ。うん。いや、もちろんあげるよ。ありがとう。うん、あ、420ナイス、ありがとう。あ、ナイス、まえちゃんに。いや、かわいい、マジで。ありがとう。めっちゃ似合う。嬉しい。これからも着るね。着こなすんだね、きっと。本当？うん。お人形みたい。外国の外国のお人形さんだよ。人形みたいな、うん、ありがとう。いや、増えたよ。30ナイス増えた。おー、うん、ございます。この枠終わったらさ、ケリーちゃんやってよ、うん、ね。ねえ、嬉しい。すごくない？私来たんだよね、これ。超バカにされたからね、ダサいって、あれ、私ってなんかさ、なんだろう、あんま着こなせないのかな、だから本当私センスいいんだけど。え、センスいいね、ほんと。私が来たらみんなダサいって言ったじゃん、これ。そうなの？そうだよ。え、来たのも酔っ払って。うん、ねえ、マジで可愛いからね。ね、かわいい。こういう感じの、ね、好き。ほんと？うん。勝負服？勝負服にする。あ、お気に入りに入ってる。お気に入りにする。これから。よかった。あ、皆さん、あの、これラス枠でキャリーちゃんとこ行くから、うん、最後に内装してください。めっちゃ内装お願いします。自分の服決めはセンス。え、でもきっとキャリーちゃんってさ、何でも似合うんだと思う。そうなのかな、うん、何でも似合いそう。ほ、うん、あ、デニムとか、うん、あ、フォローもありがとうございます。かわいいから、あ、ありがとう。キャリーちゃんにナイス、うん、ありがとうございます。ねえ、この帽子の色合いと、またこのワンピースと、すごい眩しいの、ごめんね。あ、ね、こうでナイスだね。よかったよかった。よかった。うん。あ、嬉しい嬉しい。ね、秋コーデって感じで。キャリーちゃんにあげてよかった。あ、本当、うん。ありがとう。あ、そうだね。眉ってワイシャツとかだね。ワイシャツ、うん、デニム。ちょっと綺麗めに、うん。キャリーちゃんメルヘンチック。その人その人に合う服がね、うん、あると。え、じゃあ私何が似合うかな。あー、まゆちゃんね、うん、でも昨日のああいう感じの綺麗めな、ちょっとタイトな感じとか。タイトが好きかも。あの、スタイルいいからね、すごい、その、なんだろう、スタイル活かしてというか、ね、ラインが出るようなタイト系とかも、うん、
似合う。なるほど。そとかさっきまえちゃんも言ってたけど、例えば白シャツにデニムみたいな系とか、なんか綺麗系な感じ。こういうのね、似合わないからね。で、私がこれ被ったらなんかさ、うん、なんか万引きする少年みたいになっちゃう。本当に。そうだね。人によってやっぱた、ね、逆に私はね、あのその例えばタイトな、うん、綺麗系っていうか、うん、あんま似合わん気もするし、うん、まああと体型的にもよかった、可愛くて、うん、なんで自己中って言われてるの、うん、あなんで、うん、全然さ違うよね、キャリーちゃんってなんかブチギレられるかなって思ったけど。嘘、うん、だし何もされなかったら、うん、普通にこういう感じだよなんか何もされなかったとか、うん、例えばこう、前の誠司さんの件とかで言ったら、うん、ああやってこう来られたら、うん、負けず嫌いなとこもあるから、うん、こう負けたくなくこうやってわーってなるよね、うんうん、でも何もこう煽られたりとかなかったら、うん、普通にこういう感じいつも。いや、あのキャリーちゃん可愛くぶってないよ、うん、ガチで配信でもこういう感じで喋り方、いや日焼けするっていうか、あのねカーテンないんだよね実は、一部こっち向かないと。ああでも全然大丈夫よちょうどね、私のカーテンがない場所があって、エリアがあ、これ終わったらキャリーちゃんのない、ごめん、うん、あこのえあれこれか、あ、ごめん、こっちにごめん、ごめん、あくまってる、あとでこう言ったらあれやけど、どう眉の家って。もうめっちゃ可愛いし、おしゃれで、なんかすごい、私も住みたいぐらい。ほんと、うん、頑張ったからね。ねえ、すごいね、うん、そんな最近じゃなかったっけ、一人暮らし。ね、9月の頭、あ、うん、9月の頭に聞く、うん、あ、440ナイスありがとう、うん、皆さん最後にあと4分お願いします、ナイス、うん、ね、結構なんかすごい小物系も可愛くって、うん、いや眩しいけどこっちねカーテンがないんだもん、しょうがない、うん、あでも日当たり良くていいね。3時か、終電で帰ってくるんだよ終電までには、うん、タクシー代もったいないからね、褒めるしかない、それを分かって聞くとか、もう性格悪くないでしょ。私はちょっとあのブナマイちゃんとね約束しててと、スイパラとあと居酒屋さんとブナマイちゃんとね、うん、ブナマイちゃんとはマイちゃんは、いや接点がない、つながりがない、うん、まあ、知ってはいるけどみたいな。よかった、うん、そうそう、キャスでやってるね、名前ちゃん、トツありでって、トツは、私はいいよ、うん、名前ちゃんもダメって言わないと思うけど、もうそろそろつけてもいいかもね、つけて始まってから切る方がいいかも、ね、そうだね、うん、いや、ほんとかわいい、よかったありがとう、うん、マジかわいい気に入った、私も。よかった想像以上に似合ってた嬉しい。これいちいち外してんだ、私ね、普段はもう一個の端末ではして、そう、でもで、あ、もう一個の Wi-Fi つないで、あ、そうだね、してみていい、うん、マユは性格悪いし、マユリスもうるさいから、もうコラボやめやめ、どの立場でいてもそれ、お前のが性格悪いでしょ、リスナーまでディスるって、ブロックします、リスナーさんのことも言うの違うね、うん、うざいよね、あのリスナーのこと言うの一番うざいから、そうそうそう、それは思う、私もやばいでしょ普通にね、性格悪いって言いながら見張ってるんだもん、私のこと。確かに、それなら見なかったらね、いいなこれだっけ、そうそうそれそれ、うん、で、ある、うん、あ、できないだ、こっちでそこのね、裏に書いてあるパスワード、一番右のやつ、あ、そう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 、うん、
じゃあキレちゃんの枠いくね。まゆまた配信してやるよ。あ、大丈夫、まだいや、あと1分、まだ1分、うん、皆さんナイス頼まい。あと6いかん。キャリーちゃんまたね、あのキャリーちゃんの枠でやるから、キャリーちゃんの枠で、キャリーちゃんの枠いきます。すぐつけるからね。あ、キャリーちゃんからナイス、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。お疲れ様、二日酔いだけど、まゆ、あ、450ナイス、ありがとうございます、やったー。じゃあキャリーちゃん枠。